マルコ・ルッキネリ、マルコ・ルッキネリは、ボラーの出身のイタリア人、グランプリライダーである。ルッキネリは1981年シーズンのフィム、ロードレース世界選手権、500cc 世界チャンピオンを獲得した。ルッキネスリーのせいにかけて、ラッキーと呼ばれた。1975年にラベルダで、耐久レースに参加して、ロードレースのキャリアを開始した。ライディングが、 ヤマハのファクトリーチームの目に留まり、イタリア国内選手権にスポンサー付きで参戦することができるようになった。また1975年のネーションズグランプリの 350cc クラスにも参戦することができた。1976年、500cc クラスに鈴木から参戦し、選手権ランキング4位を獲得した。この年、2位を2回と3位、4位を 1> 各一回獲得した。その激しいライディングからクレイジーホースのあだ名をつけられ多くのファンを楽しませたが何度も転倒した。1977年はヤマハに乗って 500cc のランキング11位に交代した。1978年に鈴木に復帰し、1980年のニュルブルクリンクで開催された西ドイツグランプリで初勝利を挙げた。 このシーズンケニー・ロバーツとランディ・マモラに次ぐ年間ランキング3位を獲得した。1981年はベストシーズンとなった。ロベルト・ガリーナのチームの鈴木に乗り5勝を挙げ、ランディ・マモラを下して最終戦で 500cc の世界チャンピオンを獲得した。1982年にはホンダに移籍し、新たに設計された3気筒の NS500 でフレディ・スペンサー、 片山隆沈みと共に参戦した。制裁を各くシーズンを送ったが、皮肉にも前年、ルッキネリがタイトルを獲得した、ガリーナ鈴木で、フランコウンチーニがチャンピオンを獲得した。1983年にも、ホンダで不本意なシーズンを過ごした。カジバで1984年と1985年のシーズンを過ごし、グランプリから引退した。 1986年には四輪レースに挑戦し、ローラコスワースで F3000 のイタリアラウンドに出場した。1987年にはデートナのバトルオブ雑ンに、ドゥカティ851で勝利を収め、1988年にはドゥカティからスーパーバイク世界選手権に参戦し、2勝を挙げた。このシーズン終了後、ドゥカティのチームマネージャーに転身した。 彼の特徴として、レーシングスーツの下にワイシャツを着込み、首にバンダナを巻くファッションは、イタリアの伊達男という雰囲気であった。引退後、ユーロスポーツのテレビ解説者を務めた。ありがとうございます。